はい、おはようございます。ただいま静岡駅、だいたいアバウト9時なんだけど、今日はね、ちょっと名古屋の方に一泊二日でね、名古屋の動物園と水族館を楽しもうかななんて思うんだけどね。僕普段はね、本当に貧乏人でお金がないから、新幹線なんていうのはもう乗れるわけがない。鈍行でいつも行くんだけど、ね、そんな僕に似つかわしくない。この改札前。ね、こんなの使えないよ、普通。お金ないから。ですが、なんと僕は、はい、静岡から名古屋、新幹線チケット持ってるんだな、これ。ね、GoTo ですよ、GoTo。GoTo だからね、こんな僕でも新幹線乗れちゃう。最高だね、GoTo ね。今回ね、静岡、名古屋、新幹線往復。で、一泊付きで、本来は1万4000円ぐらいなのが、9000円なのよ。で、さらに2000円のクーポン券付きだから、実質7000円で往復できて、一泊もできてしまう。お金のない僕にはもうこれ、GoTo 使うしかないね。ということで、これで、朝からリッチに新幹線で旅行したいと思います。楽しみだ。いやー、リッチな気分。なんか、贅沢してる感じがしちゃう、これ。コーヒーでも買おう。コーヒーでも買って優雅に新幹線の旅楽しもう。楽しみ。はい、それでは新幹線に乗り込みます。いや、リッチな気分これ。いや、リッチやら、なんか新幹線乗るなんて、鈍行とはなんかこのオーラが違うね。やっぱ普段鈍行の旅してるんで。はい、ということで、行きはやっぱりコーヒーで優雅に新幹線の旅を楽しもうかなと思います。ちょっと高め、150円。ちょっと奮発しちゃったね。はい、動き出しました。テンション上がってきた。名古屋駅到着。新幹線お世話になりました。早いな、やっぱり新幹線はすげえ。鈍行とは雲泥の差だな、これ。リッチに、旅をさせていただきました。はい、ということで、とりあえず、荷物をホテルに置いてから、出発しようかなと思います。はい、名古屋駅から地下鉄で約30分ぐらいの名古屋港駅というところにいるんだよね。で、本日はですね、この近くにある名古屋港水族館に行ってみたいなと思います。初めて行くんだよね。楽しみだな。名古屋港水族館到着でね、ここどんな場所かって言ったらね、もう名古屋港だけにね、当たり前なんだけど、こう港なんだよね。で、僕ね、こういうね、海の見えるこう港のこういう場所って大好きでね、海が見えるところって僕好きなんだよね。何よりね、今日晴れててよかった。昨日まで台風 で今日も GoTo で撮ったから台風予報ハラハラしてて、で、 GoTo だからもしも今日台風直撃でもキャンセルできないから、台風が来てても行くしかない状態になっちゃうんだよね。いや、ハラハラした。一日ずれてくれた。昨日が台風結構近づいてて雨だったんだけど、今すごいびっくりするぐらい晴れてる。暑いわ。いやー、俺ラッキーだなー。で、あとね、こう観覧車も見えるみたいな感じで、すごいいい雰囲気だね。いやー、この雰囲気大好き。ってことで、はい、今から行ってきたいと思います。名古屋港水族館、楽しみだ。今チケットを購入しようと思ってるんだけど、すっげー列。
まさかチケットを買うためにこんな並ぶと思わなかった。あ、前売りチケット買っとけばよかった。ちょっとミスったなこれ。こんなチケット買うのに並ぶんだ。ディズニー並みだなこれは。はい、今こっちが入り口で入ったところなんだけど、すごい綺麗な感じだな。神秘的な雰囲気だ。お、ベルーガゾーン、白いな。ベルーガゾーンだ。あ、すげえ、これ鴨川シーワールドにもいるんだよね。お、今からイルカショーだな。すごいなんか広い。お、やっぱりね、イルカショー定番だよね。クジラやシャチ、イルカマン。こちらペンギンゾーン。無駄にペンギンが密集してんな、なんかこれ。なんか今日ね、結構暑いんだよね。暑い、昨日と全然違う。なんかこうミストが出てて、あの涼しそう。うん、海が見えて眺めがいいね。なんかね、こんな感じかな。あ、でこれがあの名古屋港水族館で、ちょっとこう公園みたいなところに出れんのよ。うん、癒されんね。天気もいいし。これからなんかシャチのショーをやるみたいだね。公開トレーニングか。今ちょっとシャチが言うこと聞いてないんだなこれ。ガムムシ。ガムムシだねこれ。ここでアースが広い国に入ってくることが。あ、よかった。言うこと聞いてくれた。ここがトレーニングに集中することができるかな。ここでどうやら再び左奥のプールに帰ってしまう。そしてまたその奥のプールを今覗いています。シャチたちの全然言うこと聞かないなこれは。グデグデになってんなこれ。今水面から少し顔を上げてトレーナーの位置を確認。飼育員の言うこと全く聞いてねえ。トレーナーは水面を叩いて呼びます。これやってる方も大変だなこれ。水路の前までやってきています。来ない、来ない。皆さん温かな目で見守ってください。来るか、ここに戻ってきました。来るか。そして広いプールに入れておいでという合図が出ています。そして再び戻ってくることができます。すごい、会場から拍手が。この拍手は何なんだ。こちらのステージにやります。見たことないわ。うわ、こんな近くで見たことないわこれ。
うん、最後に大きな尾びれを振って皆さんにご挨拶です。最後まで温かな応援をありがとうございました。なんだろ、今日の真ん前で見てるんだけど、真ん前で見た方がいいね。イルカのショーもシャチのショーも。横の方だとね、メインでやってるショーがね、見づらいな。なんとこちらね、水族館に入るチケットなんだけどね、あの水族館大体2000円ぐらいなんだけど、プラス400円出すと、なんか近くにあるね、水族館以外の3つのなんか施設に入れる共通券らしいのよ。これ買うしかないよね。ということで全部回りたいなと思ってんだけど、まず最初よいしょ、こちら南極観測船富士ってやつの、まあ、展示らしいんだけど、どういうのかっていうのが見れるらしいんだ。楽しみだな。これ行ってみたいと思います。なんかあの船の中のこういうなんか食堂みたいな感じなのか。料理作ってるところがこうやって再現されてるんだね。なんかここは船内の中の医務室の様子だね。なんかもちろんフィンヤーなんだけど、なんか手術とかもできるらしいね。なんかなんかこういうようにヘリコプターが泊まれるヘリポートもついてるんだね、船に。すごいもんだな。まあ、つかなんか海が綺麗で癒されるわ。操縦席だ。いやーすごいな。はい、それでは引き続いてですね、こちらなんだっけ、ポートビル展望室とね、ポートビル海洋博物館というのはセットでこの中に入ってるらしいのよ。あ、すっげえ眺め良さそう。はい、じゃあそれではですね、このゆるキャラがテンション高いな、名古屋海洋水族館、ちょっとここも見てみようかなと思います。中はねこんな感じでね、名古屋港の紹介って感じだね。こういう感じ、名古屋港がどういうところかっていうことをこう紹介する、そういう博物館だな。クレーンシュミレーターゲーム、俺こういうのやりたくなっちゃうんだよね。やってみっか。こういうの楽しそうだよな。お、カウントなんか始まった。ベテランってどのぐらいなの、わかんないけど、3段階か、ルーキー、ベテラン、マスター、2番目か。やべえ、ちょっとマスター取りたくなってきたな。でもね、今日見たいところがたくさんあるからこれにて終了。楽しかった。はい、こちらポートビル展望台、高さがね53メートルっぽいんだよね。いい眺めだな。いやー時間が止まってる感じがする。あれがさっき乗ったなんだっけ、南極船号富士だね。さっき乗ったのを上から見るのもいいもんだね。で、あれが名古屋港水族館で、あれが多分あれだ、シャチとかイルカのショーをしてた、イルカやシャチのショーをしてたところだ。あ、こっからこうやって眺めるのもいいもんだな。すげえ楽しかった。本当はもっと長居したかったんだけど、水族館の方まだ見てないところがいっぱいあるんだよね。そっちも見なくては。で、あの水族館は再入園ができるのよ。他の施設は再入園ができないんだよね。まあいいでしょう。
局で残った時間、水族館見てないところ堪能したいなと思います。はい、では今度は南館の方に行こうかなと思うんだよね。さっきはね北館だったのよ。通路挟んで、ね、南館にもいろいろとあるんだ。そっちも楽しみだな。こちらイワシの水槽、すっげえな、迫力がすげえ、キラキラ輝いてるよこれな。銀色だな、銀色の海って感じ。しかもなんだこれ、あーすげえ、雲みたいだな、なんかこれもくもくと湧いてる。いやっていうか人が多すぎるぜ、 GoTo 期間中の日曜だからかな、水槽が見れないこれじゃ。チンアナゴだね、これね、あれ見るとあの赤銀記号のインテグラルに見えたんだよね。なんか積分思い出しちゃうこれ。ウミガメゾーンだ。ウミガメがいっぱいいる。ここにもいる。はい、こちら南館の3階だね。なんか明るくなってきたな。屋上って感じかな。なんか、うん。ここはあれだ。さっき見た ウミガメ水槽を上から見るような感じ。あ、来た。さっき見たウミガメ水槽上から見る感じ。おお。あ、なんか上から見れるようになってるのもいいね。いろんな角度から水槽が見えるし、横からも見えるし、上からも見えるし。あー、凝った作りだね。面白い。なんかウミガメの赤ちゃんがつい最近生まれたらしい。あら可愛らしいこれ、よちよち歩きって感じだな。よちよち歩きだな。これがさっきのでかい壁になっちゃうんだもんな。ああ、なんか水の流れにもてあそばれてる感じ。なんか列がついてる。何、昭和基地からやってきた魚展示中。へえ、並ばなきゃ見れないっぽい。なんだろう、気になっちゃうよこういうの。すげえ気になる。なんか珍しいのか珍しくないのか分かんねえな俺。何これ、変な生き物、シワヒメムシ。どれだ、どれがシワヒメムシ。あれか、ショウワギス。なんか珍しいって言われりゃ珍しい気もする。ただいま時間は4時半前、ラストのイルカショーがねやるんで、それ見ようかなと思うんですが、いやー、よくこの時間まで我慢したな。例の飲み物が僕を呼んじゃってるよこれ。吸い寄せられちゃう。至福の時間に浸りたいと思います。さて、それではイルカショーを見ながら、ラストのイルカショーを見ながら、こちらで至福の時間に浸ります。
はい、でただいま5時半閉園時間。いや楽しめたな、なかなか楽しかった。でね、僕の印象はね、名古屋港水族館はね、綺麗な水族館って感じだったね。おしゃれな水族館だった。で結局僕、これだね、水族館以外にも、いろいろとポートビル展望室と博物館と南極観測船、これの共通チケット買ったんだけど、一日中楽しめるね。うん、僕も昼前に来たんだけど、もっと時間欲しかったな。もうちょっと博物館とかね、じっくり見たかった感じがしたんだよね。うん、ほんと一日中楽しめた。すっげえ楽しかった。また行きたいなと思います。ありがとう。名古屋港水族館。うん、で今もう結構薄暗くなってるんだね。あ、でこの辺はやっぱ夜になるとイルミネーションが綺麗になるんだな、おそらく。いや、この時間帯でも結構イルミネーションがピカピカしてて綺麗な感じする。うん、夜に来るのもいいかもね、これね。すごい綺麗そう。